皆さん改めて大きな拍手をお送りください。皆様はね、先ほど番組収録もあったということでご覧になったと思うんですけれども、率直な感想を伺いたいと思います。まず本田さん、いかがでした？まずはい、まずあの入ってそのチケットを交換するところからもうワクワクするんですよね。ハガレン店、はい、ちょっとしたあの嬉しいサービスが実は待ってまして、でもそこから中に入ってももうあーのこう連続です。すごいです、はい、うーあーの連続、はい、興奮 しっぱなしでしたね。ハガレンのここが好きというポイントを教えていただきたいなと思います。少年誌で連載してた作品ではあるんですが、このハガレンの錬金術師ってすごくテーマが深くてですね、例えば錬金術で人を作ってはいけない、それはなんでいけないのかとか、ものすごく倫理観に訴えかけてくるような描写も多かったりするので、本当に大人こそ楽しめる作品、大人も楽しめる作品だなって改めて思いますね。そんな魅力が実写映画だと、漫画だったらちょっとデフォルメされててライトに思えるようなことも実写で描くとものすごく重く感じたりするようなことがたくさんあるので、ぜひ実写の方を見ていただけたらなと思いますね。なるほど。なんすかね、今本郷さん喋ってる時に本田さんが小さい声で俺に、はい、本郷さんって本当コメント上手なんですよねって言ってくるっていう。ありがとうございます。本作品のことも入れながら映画のこともちゃんと入れてくる、両方のこともちゃんと褒めるっていう。素晴らしいですね、はい、もうプレス様向けというですね。そうなんですよ。だからこういうイベント入れながらちょっと本田さんが反省してるっていうところが、そんな可愛らしいと思いますけども。本田さん、本郷さん、映画の期待値非常に高いと思うんですけれども、魅力をお話しいただきたいと思いますが。私はじゃあ一番の見どころはやっぱアクションシーンなのかなと思っています。そのバトルシーンであったり、そのやっぱね、連成したものがこう実際にこうなんかね見れたのがとっても感動したんですよ。エドがこうパンってやってこうダーって出てくるあれとか。指示代名詞が多いですね。そうですね。すみません、本当に連成、連成人で、連成人でこう、でもあれなんて言うんだろう、連成物が出てくるやつとか、もうとにかくバトルシーンが本当に迫力があって、もうソリ監督の CG が本当にすごくて、やっぱり僕も CG だと思いますね。今までの日本映画のちょっと喋るのやめてもらっていいですか。僕喋ってるんでいいですか。今までの日本映画のクオリティじゃないレベルで CG が展開されていて、ちょっと何でしょう、異国の作品で日本人が演じててどうなのって多分皆さん思ってると思うんですけど、その CG の力だったり、もちろんキャスト のビジュアルの寄せ方だったりで、そこの不安はしっかりと払拭できている作品になってると思うので、ぜひそこは心配しないで見に来てくれたらなと思います。土田さん、聞いてました。いやコメントうまいな。そうなんです。キャストの方お二人で目の前にしてちょっと聞いておきたいことなどあれば、土田さん。あ、大丈夫です。もうさっき散々話したから。本郷くんなんか もうびっくりするぐらい原作読み直して、で細かいところまで見てっていう話もさっきもしたんで、ありがとうございます。もうでだからもう先生にね、原作の荒川先生に対する質問なんかも、はい、あ、すごいな、やっぱ演技役やったからそういうところまで見てるんだなみたいなところだったりとかするし、あと本田さんも本田さんでもね、ものすごく魅力的でしたし、あと本田さんはもう逆に質問返しで家電のことばっか聞いてくるんで、その辺はちょっといい加減にしてほしいなと思ってるところ、そろそろ冬が始まるから、加湿器と空気清浄機の話すごいしてくるんで、ウィンウィンの関係で。なるほど。